過ぎたかな、通り過ぎたんだよね、通り過ぎちゃった気がするね。わわこらわこらおいおいおい、いやごめんなさい、なんかせめてちゃんと八百長しようぜ。もうね、山入ってたから湯の線、700メートル戻る。それは何言うの、はい、過ぎた気がするな、戻れる方法はどうかな、頭の中のレーダーがないよって言ってるんだけどどうかな。こうなったら一致だ。一致。とことめの里。はい。もしか。もう温泉入る気満々やったの。カナダとだってワンチャンあるの、とこめしかねえだろ。はい。他に何かあるの？ないっすね。あの、井の倉温泉なくなっちゃったからね。ああ、そうだ。それか、こっからさ、伊賀の方面向かってたとこになんか変なんだった。青山カントリーやったし。伊賀か。あ、こっからだったらあれなんだ、163に出て、うん、もう遅いわ、もう遅いです。もっとことめが一番早いです。ここは左に行くのが、このにめちゃくちゃ綺麗ね。左に行くのが、はい、ここはあった方がいいかな。まあ、まあ、これ下にしか行きようかね、さすがにね。いやいやいや、この橋とかなんか歴史ある感じだね。温泉逃したから焼きが。いやいや、もうじゃんけんでね、決めてたことだからね。うん、まあね、仕方ないのかなというしてなくはないけどね。うん、今年はだいぶ来てるよ。おーおーおー、何か気づいて、ちょっとコンビニによって仕切りなしとかができないみたいな、この地域。かなり水やりですな。撮影禁止だから何のネタにも使えないけど、うん、またのお越しよって言われたよ、榊原温泉様から。残念。ああ
だ温泉チャンスもあるでしょ。生実家さ、ある程度さ、うん、地元民だからわかんじゃん、わかんじゃん、うん、どこに日帰り温泉あるかなって、お互い、うん、そこそこ日帰り温泉行くからわかんじゃん、うん、あった？うん、先にあった？ぐるーっとね、ぐるーっと回ればなんかあった気がするね。で俺のモチベーションとこいつのあの SD カードが持つかだな。あとは SD カード買わないといけないんだよ。なかなかしないね。目がついてるか。急に明るくなって暗くなったりしてさ、いや年だね。最近さ、細かい字を見るときにメカジ外した方が見えるんだよ。うちゃぶりだ、増えてきてるよね、怖いね、説明したのがちっちゃいやつだふんって読むやつだ、メカジちっちゃいやつだ。あー、うん、おー、入ってきてるよ。もうそんな年だよ。本来ウキラの年齢だったらあれだよ、そろそろ本当だったらちゃんと家族 Vlog みたいなとかさやったりとかさ、大体どこもね子供が主役みたいになってるわ、やってるしで、こういう撮ってる人もね、ウキラの世代っていうともう子供の成長記録みたいな感じでやってるか、ワンちゃん映してるか。何年もやっておっさんがボソボソっと喋りながらやってるってダメなんだよ。あー、これでまた一つ収録入るの？そうね、もうぼちぼち、あの近鉄の線路が見えてきますか。あー、ってことは榊原温泉口が近いんだ。あ、本当だ、高架見え、高架っていうか、あの画線が見えてきた。あの前のやつがそうなんだ。本当よく榊原温泉の名前を名乗ったよな、ここ。あれだ、純金台だと。なんだ。おにぎり、俺はおにぎり飛んでるって呼んどるけど、なんかよく通るな、ここ。県道は、うん、ここだね、だね。大観音では誰も来るやんっていうこのな。なんかあの辺近寄りがたい雰囲気あるね。あとあそこも里へ赤かつやん。NG 分かってるところはね、取れ高的なことを考えるとね、もう十分回してんだけどね。まあ多分これサブだな、サブだな。今温泉入ってたらメイン消えたと思うんだけどな。あーもうサブだな、だってもう編集する気力なくなってるもん。サブなのに8時に組み込むけどな、深夜テンションやけど。あ、取れ高的に、あのあ、でもサブの方に回しとかんと回らんか。今取り止めてるのがいくつか、あ、ここ一応やったからかな。最初はグーじゃんけんパー。マジか、
買ってしまいましたか。やっぱさ、あ、そうだ、ここ前に来てんだわ。